タトゥルー中澤翔子です。今日は楽しみにしていた夏のコラボでございます。じゃじゃん、朝倉海です。よろしくお願いしますていうか髪めっちゃ切りましたね。切っちゃったんですよ。めっちゃ似合う。え、大丈夫かな。めちゃめちゃ可愛い。いやいやいや、でも何人かのおじさんに失恋したって聞かれた。あそっか、髪似合う、めっちゃとりあえず企画は、夏らしく花火と聖火は最高、嬉しい。夏を今日は楽しもうという企画ですよね。思い出残りますよ。なんですけど、なんだか今日ウーバーイーツの会社来てるんですよ。そうなんです。ウーバーイーツ、ウーバーイーツの配達員の方がスイカを持ってきてくれましたね。斉藤くん似合いすぎ。そう、まあ、浴衣を用意した。すごい、浴衣。え、カイさんも来てくれる。カイさんも用意しました。すごい、それを見たい。ピンス割っちゃって。カイさんの浴衣ってめちゃくちゃレアじゃないですか。浴衣なんて着たことないですよ。絶対似合う、絶対似合う。湘南の中川さんがゲームスプリッチで回ったマミタさんの浴衣着てくれ。すごい、着ますよ。ちょっと似合ってなさすぎて売れなくなっちゃう。絶対に絶対に夏を思いっきり満喫ですね。楽しみましょうか。楽しみ、嬉しい、ありがとうございます。はい、浴衣に着替えました。カイさんかわいい。すごい。てかお揃いですか。お揃い、やばい、お揃いはやばい。聞いてないですよ。え、でもすごい、浴衣着ることってあんまないですよね。本当に初めてです。初めて、初激レアの朝倉海。ちょっと全身撮っといてください、これ。大丈夫ですか。激レア、ほら、下駄の朝倉海。下駄って歩くの難しい。すごい、浴衣の拳の森。おお、すごい。夏ですから、もう楽しまないとっていうことで。なるほど。どうしても移動しますか。ルーラはい、ということで、来ましたよ、ね、ルーラで山奥まで。どこここ。暗本気の山奥に。お化け出るよ、お化け。怖がりです。いそうだよ、いそう。怖がりですよ、朝倉海さん。あんな強いのに。なんと、カイチャンネルさんの方でスイカ割りやったんだよね。楽しかったですね。めっちゃ楽しかった。ちょっとね、かなり激しい戦いが。白熱したね。そうなの。すごくね、私の人生初めての青春が楽しかったので、ぜひカイチャンネルの方を見て、そしてこれからこのおチャンネルでは花火をしたいと思います。イエーイ、花火。やばい、花火をさ、夏に浴衣でするとか、そんな幸せな景色、何、味わったことないです、人生で。え、花火とかよくやってました。田舎はね、花火好きなんですよ、豊橋の人はね。あ、だから昔はやってたんですけど、東京来てからはやってないんで、本当に何年ぶりか。久々の、うん、だから久しぶりにできても楽しみですね。やばい、嬉しい。今日ね、いっぱい買ったんですよ、花火。とにかく買ったの。そう、手持ち花火と打ち上げ花火と、バンバンやりましょう。やりましょう。やった、行きましょう。やった。じゃあ最初はいいですか、しょこたんから行きましょう。いきなりこの極太というやつをやってありますわ。極太、元気ないな。全然来ない。おい、全然来ない。おいおい、あれ、不発か、君は。不発か、こっちだったりするしないか。それはない。あー、あー、来た。わー、すごい、嬉しい。めっちゃ綺麗。花火してる。めっちゃ綺麗だ。私のくせに花火してるよ、浴衣で。すごい。うわー、燃えばいいでしょ。すごい。つくかな、つくかな。ついた、ついた。すごい。楽しい。ここに放てばいいですか。ダメダメダメ。爆発する。ダメ。あ、一人だけ張り切ってる。うー、頑張れ頑張れ。いいね、いいね、いいね。わー、楽しい。すごい、綺麗。おー、すげえ。うわー、おー、わー、いいね、この浴衣に花火が似合いますね。浴衣で花火、嬉しい。キレキレですけどね。わー、すごいすごい。いい匂い。花火大会とかお祭りとかないもんね。いいっすね。いや、いいっすね。綺麗。綺麗ですね。すごい、夏に夏らしく遊べるなんて最高。めっちゃいい。すごい。せっかくだから、斉藤くんとか大森くんとか、カイチャンネルチームもみんなで。ね、高木さんもね。おいっす、おいっす。いや、陽キャが張り切ってる、怖い。行こう行こう。いただき、3本同時。高木さん3本。いたよ、こういう子。いやだ。マジで。陽キャでいたよね。うわー、すごい。陽キャ怖い。いた、いた、ああいう人。ああいう人いたよ。
ね、高木さんのやり方が怖いんだけど本当に高木さん絶対炎上するよ俺やめてよ、マネージャーで炎上すると落ち込むからあの人それはそれで気にするから。学生時代はね、思い出しますねこれ。学生時代花火しまくり？しまくりだったね。ロケット花火の打ち合いしてましたね。ねえ豊橋怖いうわいい匂い紫。あ、終わってる。わぁ斉藤くんも炎上してる。斉藤くん、その打ち上げだけにやめろよ。それそれ斉藤くんが怖いね、斉藤くん、斉藤くん怖い。ここだけはダメ、ここだけは打っちゃダメだ絶対。熱い、頭熱いあの日頃の恨みをちょっとついつい無意識で無意識でやってしまった。え、待って、チリチリだったんですか、大丈夫ですか元からでした、元からでした次は吹き上げ花火です。吹き出し花火、吹き出し、吹き出し花火、何それ、どういうことなんだろう。とりあえず並べてみたけれども、パーってやつかなかな、大丈夫かな、これつけるの怖いよね。あ、もう職人、職人、花火職人、これで食べてる人みたいな。実はね、すごい、めちゃくちゃすごかった格闘家兼花火職人、花火つけし付けし打ち上げますか。じゃあ打ち上げなんて変えるんだ。いきますよ、気をつけて。うわ、来た、下に導火線があるのが本気っぽい、怖い。うわ危ない危ない、うわぁ大丈夫、これ大丈夫、ちょっとさめっちゃ怖かった。これあのさ、倒れたのが怖すぎてさ見てられなかったんだけど、怖い。うわぁ、え、あんな上まで行ってた。俺これここしか見てないんだけど。嘘、え、こんなすごかったのに。違う違う、でもこれ倒れてもう一発来たらどうしようと思ってこっちしか見れなかった。ちょっと感動したのに、カイさん1ミリも見てないなんて。スイコさん見るぞ、上ね、上ね、よし、上は見るぞ。うわー、ドキドキ、怖い。来ました、お、いけいけいけ、うわー、わー、ちょうど木に、木にかぶって見えなかった。また見えない一生見えないよ、木にかぶって見えなかったよ。でもすごいすごい音は聞こえた、ちゃんと上まで行ってパンってなってくれるんだ、すごい。全然見れてないけど、2回連続見れてないけどじゃあやっぱ最後はやっぱりおチャンネルの主が、お主が、ワイが、ワイがこんなゴンブトのやつやるの、マジだね、本気で書いてマジでしょ、はい、いけますか、は気をつけてね。うわー、怖い、逃げ足遅いんだよな、多分着いた瞬間逃げて、着いた瞬間ね、うん、でもじゃあこれから戦いに行くカエさんに楽しい思い出ができますように。お、綺麗なやつ、行きます。あ、怖い、すごい怖い、行きますよ、怖い、すごっ、え、見た、ギリギリ見た、ギリギリ命をかけたんだけど今見てくれた見た、すごい、すごい強かったな最後ね、花火大会来たみたい。おおすげえ、おー、さすが線香花火、やった、やった、やっぱ最後はこれだよね。逆それ、逆だよ
やったことないです。そんなことある？線香花火やったことない？ないです。花火やったことあるんですか？あるよ。何かしらでやるよね。これが一番面白いじゃん。誰が一番長く、はい、できるかっていうのを競うから、いきますよ。もっとしてください。いただきます。よし、始まった始まった。おわお、お、お、待って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 。オッケー、始まった始まった。うわー、待って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 、終わり？最高。かわいい。始まってもない。初線香花火なんか始まる。斉藤くんが面白すぎて震えちゃう。やばいやばい、そうそうそう。斉藤くん、僕らどうだどうだ、頑張れ頑張れ。そうそうそう、頑張れ。手ぶれを、あ、再点火した。やばいやばいやばい、始まった。あ、どうだどうだ。おー、すごい。カメさんのやつがでっかいから落ちそう。頼むぞ。あ、やばいやばい。え、止まった。え、ブーン。あー、落ちた。今俺のあーで落ちた気がする今。カイさんが早く落ちました。あー、終わった。終わった。あー、終わっちゃった。斉藤くんの青春が今やってきた。乾燥した。だいぶ遅れてやってきた。生まれて初めての線香花火。斉藤くんの反則勝ちこれ。全部終わりました。楽しかったですね。めちゃめちゃ楽しかったです。例えば中尾さん、お知らせがありました。お知らせ？実は甲斐さんのお兄さんってどなたです？朝倉未来さんからコラボのオファー来ました。怖い怖い。路上の伝説から来たんですか？私拳の森は喋れるけど神と魂は無理。怖い。え、怖い。え、どうしたらいいですか？カイさんと一緒に行っちゃダメ？いや、俺行かないですよ。カイさん、なんか弱点とかないんですか？ミクルさんの弱点こっそり教えます。いや、だってだって心の準備していかないと無理だよ。胃薬飲んでいかないと。胃薬どうしよう。なんかされるかな。あ、ドッキリ屋敷るかもしれない。俺いつもやられてるからね。どうしよう。でもいつもね、動画見て元気をいただいてるので、ちょっとそのリスペクトをね、お伝えできればと思います。次、盆栽ですよ。どうですか、意気込みは？大丈夫ですよ、僕のは強い。勝ちますよ、はい。すごい。なんかもう、前回もドキドキしたけど、今回のこのオーラがすごいですよね。余裕感というか、自信あるんで大丈夫です。うわ、しっかり勝ちますんで。うわ、派手な勝利を頑張ります。期待しております。ということでですね、ぜひカイチャンネルも、そしてライジンの方もみんなで応援していきましょう。ありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。